どうもタブヤンです。今回はジャレコラリービッグランスーパーファミコンのソフトをプレイしたいと思います。パリダカールラリー風のねレースゲームです。 A ボタンで加速、下矢印でギアチェンジして、なんだあのヘリコプターは、テレビに映ってるのかな。タイヤサスペンションブレーキエンジンという左上のマークがありますけど、まあ長丁場なんでね、ダメージを受けるとあそこでね、わかるみたいです。ということでね、あのサポートチームっていうのがいまして、まあ本当のパリダカールラリー見たことないんでわからないんですけど、そのサポートチームがね、控えてますので、呼び出すとね来てくれるみたいですよ。ただね、まあ、呼び出すと当然タイムロスがあるので、あーやられた、ドライバーの責任ですねこれはチームで戦ってますんでね。そして敵のマシンを避けつつ避けつつ避けつつ、危ない、タイヤにダメージ受けたな今。タイムも意識しつつ、残り49秒しかないのか、急げ急げ急げ、残りキロ数は出てないのかな、これ出てないっぽいよね。ゴール、残り34秒、全部で9コースかなあるみたいなんで、なんとかねそこまで頑張りたいね。最近ね、あのブルーライトカットメガネをねしながらね、もうゲームのやりすぎでね目がしょぼしょぼするんでね、メガネ買いましたね。ここで中継地点で修理とかもできるみたいなんですけど、まだ壊れてないんでね、これかな、リペアっていうのを押すとね、このナビゲーターとかサポートとかメカニックがね、私が雇ったメンバーですね。でタイヤとサスペンションとブレーキとエンジン4つ、エンジンは3つね、在庫があるっていうことですね、この S っていうのが。で車の中にね持ち込むこともできるみたいなんですけど、その持ち込む、当然乗せちゃうとね、まああのスピードが落ちちゃうので、そこはねサポートカーに乗せておきたいと思います。行くぜ、パリダカールラリーってどこで走ってるんでしょうね。これエジプトっぽいじゃんよね、なんかおお段差が激しい、すげえ、おお、すげえな、危ない、ぶつかりそうだ、敵のマシンも速いね、なかなか追い抜けない。一体今私は何位を走っているんでしょうか。よけろ、うちょちょちょっ、危ない、うわー後ろから来た、あー押された、マリオカートみたいに押されたよ後ろから、マジか。あ、なんとか立て直した、いいね、残り2分、残り時間以内に突破しないとチェックポイント、あーやってまった、もうちょっとブレーキ踏むべきだったねなんかこけてるマシンいたね。おっと、嘘でしょ、いきなり昼から夜、極端すぎない今夕方はないのかこのゲーム真っ暗闇で何も見えない、何も見えない、あーぶつかる、あーぶつかった、あやばい、タイヤが、あーぶつかった、あーぶつかった、うそー、全然避けれない、あエンジンもおかしい、トラブルトラブルトラブル、もう交換した方がいいのかな、黄色くなってるけど大丈夫
一回ゴールしたいよね。45秒しかないからな。でもゴール、これ修理だね完全に修理ですよ。残り43秒。SS2 クリア。ステージ2か。ネクストリミット。修理しよう。これと、これね。はい、もう使っちゃいました。行きましょうか。ショップで購入。いや、まだ在庫あるからいいね。うん。キャリーっていうのは乗せるっていうことだよね。OK、行こう。スタート。第3ステージ。あれ世界地図か。そっか、エジプトの砂漠を突き切ってるのか。うわ、こんな砂漠スピード出しすぎじゃない。おおおおお、やばい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 。あ、ブレーキおかしくなってる。ブレーキ使わないしいいよ。あーおサスペンションもおかしくなってる。あ、ブレーキがなんかおかしい。ブレーキがおかしい。エマージェンシーサポート、サポート。サスペンションと交換して。オッケーオッケー、スタート。だいぶタイムロスしたのかな。このゲーム面白いねサポートカーの存在がね。ヤシの木邪魔でしょこれほぼ道路じゃないやんね。あ、こいつどうやって抜くんだ。あー、ぶつかった。この狭い道で抜ねえ、オーバーテイクするの難しいね。おお、ちょちょ、道がないじゃん、道がないやん。え、どこどこ、道どこあ、道なき道を行くんだ。どこ走ってんのこれ。おお、あー、右か。全然わからないやん、道。迷子になっちゃうねこれ。あ、道見えた。タイヤとエンジンおかしい。残り30秒。よーし、ゴールした。初見プレイでいいんじゃない、ここまで来たらまだまだいけるよ。 OK。 なんかね、最初にあのスポンサーっていうのを選ぶんですけど、ソニーにしときましたね。ソミーでしたけどねリペア修理と。 OK、 エンジンとタイヤちょっとショップで購入しとくか。お金がね、あとね、1万3000円しかないんだよね。こっからはあの消費したアイテムを買った方がいいんじゃないかな。ほとんどもうお金ありません。行くぞ、ステージ4。パリダカールラリーって結局どこがゴールなんだろうね。あ、西に向かうんだ。へえ。ゴー。なんだこの道なき道は。あ、川を渡ってたのか今。マジか。うわー、吹っ飛んだ。あー、全然ダメ。おーおー、ちょっと時間を稼いとかない。おー、ちゃおー、かわしてかわして、時間をね稼いとかないとね。マシンをなるべく壊さないように。おお、ちょっ、数本の木をなぎ倒しましたけどね。わー、おー、ナイスジャンプ。あの右と左のね矢印しかほとんど見てないねあー、しまった、ちょっと曲がりきれなかった。あー、もったいない。
あ、でも今までのコースよりかはマシじゃない？ちょっとマシっていうのはあの簡単じゃない？タイムがなんか警告タイ出てるな。おー、こんな道走ったら絶対事故起こすよね。270キロは最高時速ですね、このマシン。あ、ブレーキがちょっとおかしい。ゴールか？どうだ？ゴールっぽいね。よっしゃー！ OK！ あ、もうでもタイヤとブレーキ在庫なくなってきたな。やばいね。ステージ4クリア、まだ折り返ししてんでしょ？ステージ9まででしょ？きついなー。初見プレイでクリアできないかな。行こう、まっさらにして。ステージ5、これで半分いくよね。 3,2,1,GO! ちょっとなんかボーナスステージ的な面ないのかな。あー、やっちまった。これキーとは違ってね、ぶつかるとやばい系だね、これ。エンジンブレーキかけていこう。エンジンブレーキかけて確実に、あー、それでも無理か。ちょっと避けていこうと思ったんだけど、もうすでにタイムが点滅してるのはやばいっていう意味かな。おっとっと、小さい石ならまだ。よし、ローギアに入れ替えた。あー、やりすぎた。とっとっと、オッケー、ローギアに入れて復帰したぞ。なんか遊んでる敵のマシンいたぞ。修理してたのかな。あ、全然ダメだ、もう修理、サスペンションがおかしい。ちょっと、あー、やばい、もうマシンボロボロだ。ゴールか？お願い、ゴールで会ってくれ。まだか。もうゴールして修理したい、修理したい。あ、このコースめっちゃ長い。え、夜に入るの？嘘でしょ。あ、ダメだ、全然エンジンももう真っ赤っかだ。修理修理修理と。タイムロス？タイムロスはしょうがない。あー、後ろから押されてる。誰だ。あー、しまった、やばい、抜かれた。あいつめ、あのピンクのマシンめ、なんか女性が乗ってそうなね。おっと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 、アウトから抜く。全然前見えない。もっとなんかライトをね、上に向けたらいいんじゃないのかな。ライトがちょっといまいちだよね。全然見えない。なんとかクリアできた。え、何これ、タイムオーバー。うそー、タイムオーバーで失格？そんなんあったんだ。うわー、マジかー。ということで、私の結果、第5ステージタイムオーバーになってしまいました。くっそー、結構むずいね、アフリカ大陸、恐るべし。皆さんもよかったらやってみてください。ジャレッコラリービッグランでした。それではまた次回のレトロカーレースゲームでお会いしましょう。さよなら、タブヤンでした。